はいじゃあ次はですね障害物を置いて、えー、衝突判定当たり判定ですねを設定することにしましょうで今宇宙船が動いては、まあ、動いたなって思うと思うんですがとこれだけじゃまだゲームとは呼べない代物ですよとだから次は何をするかとこのシップがです、ね、避けなければならない避けなきゃいけない障害物っていうのを追加していきましょうじゃあここからですね イメージスアステロイズフォルダーの中アステロイズってのはあのー、隕石っていう意味ですイメージスっていうのは画像っていう意味ですねイメージスの下にあるアステロイズからアステロイド、まあ、どれにしようかなとどれでもいいんですけどこれは画像と同じアステロイド2っていうのを置いていきますここにポンって置いてもいいですし実際はここのシーンビューの方に直接置くこともできます今私はシーンビューって言いましたけどここにシーンって書いてありますからね これシーンっていう名前のウィンドウです。シーンビューと呼びますま。シーンと覚えとけばいいでしょう。ヒエラルキーウィンドウかシーンビューにドラッグドロップします。もちろんこっちのヒエラルキーに置いても全然構いません。置いてから動かしても全然構いません。で、シップを作った時と同じように自動的に設定してくれるので画面に表示されるようになります。で、次はこの隕石のオブジェクト。隕石のオブジェクトね。アステロイドに、名前をアステロイドにしましょうか。 で、隕石のオブジェクトに、リジットボディ 2D とポリゴンコライダー 2D コンポーネントを追加しますま。どうやって追加するか、アットコンポーネントして、ここに入力するんですけど、コピペしましょうかね。コピーして、ここに貼り付けると。あ、ありますね。リジットボディ 2D、ポンチッと。これさっきもやったように、力学的な動きをするようにするためのコンポーネントです。で、次、ポリゴンコライダー 2D ですね。これも追加して、ペトッと貼り付けて、 あ、ないですね。ちょっと、スペースを消してみましょう。あ、出てこない。あ、スペルミスがありましたね。失礼いたしました。これ後で直しておきます。poly ですね。ポリゴンコライダー。またはですね、コライダーとかね。まあ、検索、いろいろやり方があります。いっぱいまだありますね。じゃあ 2D で絞りましょう。ポリゴンコライダー 2D、これです。 そうすると、これはですね、コライダーっていうのは、コライダー、コライダーっていうのは、ぶつかるっていう、コライドっていうのは、英語でぶつかるっていう意味なんですけど、これを設定すると、何かと何かがぶつかるようになります。で、今ぶつかりたいのは、このシップと隕石ですから、隕石だけ当たり判定があって、シップにないと、これはすり抜けちゃいます。まあやってみましょうか。すり抜けちゃいますね。なので、 シップの方にも同じようにポリゴンコライダー 2D をつけてあげますまあコライダーというのはいろいろな種類があるんですけどこれはどういうことかというと絵の形にこうくっつけるという意味ですねこれね負荷がちょっと高いコンピューターに対する負荷がちょっと高いので実際はなるべく使わないんですけど今回この隕石とかはちょっとこの形にしたいのでえポリゴンコライダーを使います いろんな本とか別の参考書とか見るとですね、たいこう、この丸とかですね、四角とか、のこの絵の形と全く同じような当たり判定をつけるってことはむしろ少ないですね。ただ今回はポリゴンコライダーを使ってこ、うこういう当たり判定と、この緑の部分、こういう当たり判定を設定します。じゃあ実行してみます。そうすると、 ちょっとこれ動かして真下に持っていきますね。ガン押せるようになりました。で、この画像、シップとアステロイドに緑色の線で衝突判定が表示されてるんですけど、これ選ぶと、そのオブジェクトの当たり判定がどんな形なのかっていうのが緑で表示されるんですが、これ画像を見ると両方表示されてますよね。これをやるには、コントロールキーを押しながら、 シップを選び、そしてアステロイド両方選ぶと、両方選べるんですね。そうすると両方の当たり判定が表示されます。で、今多分これを、これかなこうしてるのかなこうなってると、同じ表示ですね。まあ、これは、ちょっと今は使わないですね。はい。 で、えー、っとシップと隕石にポリゴンコライダー 2D を追加したら実行してみましょう。今実行しましたね。えー、シップが隕石を押せるようになっています。押してましたね。でシップと同じように、隕石のグラビティスケールを0にすると、まあ、隕石は重力の影響を受けなくなるので、下には落ちなくなります。やってみましょう。とアステロイド。グラビティスケールありましたね。これを0にすると、隕石は落ちてこなくなります。で、ぶつけると、 はい飛んでいっちゃいましたじゃあグラビティスケール0.2とかにすると多分ゆっくり落ちてくるんでしょうね、はい、ゆっくり落ちてきますねでポーンってぶつけるとまた落ちてくるとポーンうんどこ行ったどこ行ったあ落ちてきたこんな感じになりますねさっきからリジッドボディ 2D は力学的な挙動をコントロールするものだっていうことを言っていますが他にもいろいろパラメータがあってですね リニアードラッグ、アンギュラードラッグ、マスを調節してみましょうと。これ、リニアードラッグっていうのは、動くときにどれくらい、ゆっくり動くかですね。それから、このアンギュラードラッグっていうのはですね、回るときですね。これ、ゼロにしたら、一回回転とかしちゃうと、ずっと回り続けちゃうんですね。ポーンって回る、回りますね。回ってますね。 ずーっと回ってます。回ってますね。で、これを、まあ、例えば5とかにすると、回っても、その回ってるのがすぐになんか摩擦かなんかを受けたかような感じで止まっちゃうんですよね。ほら、まあ、まあ、回らなくなったでしょう。こういう動きが変わるんです。こういう風に動きが変わるんですね。で、これマス、ます。ますっていうのは普通の英語です。重さっていう意味ですね。じゃあこれ10キロ。10にしてみましょう。最初は1なんですけど、今、そうすると、わ、こう。 押してもす,すごい重い石になるんですね。っていうふうにパラメータをいろいろ調節することによってどんな障害物なのかっていうのが変わってきますね。ぶつかったら飛んでいっちゃう障害物なのかえ例えばグラビティスケール0にしたらぶつかったらポーンって飛んでいっちゃう障害物なのかえぶつかったらポンって飛んでいっちゃう障害物なのかそれとまあ例えばこれ極端な話1 0 0キロとかにしとくとですね ぶつかってもものすごいゆっくりしか動かない。重くてね。っていうオブジェクトになるか。こういうのをいろいろ変えることができます。で、この隕石は今のところぶつかっても何も起こんない。何も起こらないというか、自分に不利なことは起こらないんですけど、次のステップとしては、隕石にぶつかっちゃダメっていう、そういうルールにしてみましょう。はい。じゃあ、ぶつかってはいけないものにするためには、ここにあるものを使います。スクリプツのアトリビュート、アトリビュートフォルダ。 スクリプツのアトリビューツ。アトリビュートってのは属性っていう意味なんですよね、日本語で。まあ、私の属性は、例えば日本人ですよとか、男性ですよとか、まあ、そういった属性を追加するためのスクリプトコンポーネントです、こいつらじゃあ、どれを使うの、えー、モディファイヘルスアトリビュート b を隕石に追加すると。隕石に、モディファイヘルスあちょっとなんか途中までしか見えませんね。 途中までしかか見えないからこういううういい時はどすするかっていうとですねここのスライダーバーをこう左にずらすと全部表示されます。モディハイヘルスアトリビュート。こいつをですね、アステロイドに追加します。あ、入れにくい。スクロールで下に持っていって、もう一回モディハイヘルスをここに追加と。 モディファイヘルスっていうのはですね、モディファイっていうのは、値とかを変えるっていう意味ですね。で、ヘルスっていうのは、まあ、ライフですね。ヒットポイントとか。自分のヒットポイントが10ですよと。で、これ今マイナス1になってますけど、ヘルスのチェンジャーがマイナス1。どれぐらい変化させますかと。なんかあったらヘルス。自分のエネルギーが1減りますっていう機能をこれで追加します。そしたら次はですね、シップがダメージを受けるようにします。1回食らったら1減るっていう。 そのためには、ヘルスシステムアトリビュートっていうコンポーネント、さっきと名前が似てますね。ヘルスシステムアトリビュート、これをシップ、自分につけます。はい。そうすると、ヘルス3。最初のヘルスは3ですね。3回ぶつかってもいいと。ちょっと見てみましょう。えっと、ちょっとぶつかりに行きますね。ここを見ておいてください。ぶつかりに行きますね。 とぶつかると2に減りましたねもう一回ぶつかると1、0になったら消えちゃいます。っていう機能を追加してくれます、この2つを使うことによってね。ヘルスシステムアトリビュートっていうのは、プレイヤーに HP のシステムを追加できますよと。またヒットポイントの初期値を設定することができます。今3になってますけど、これ10にしたら10回ぶつかっても OK になりますよと。 っていうふうにしてこれは何をしたかというと隕石を当たっちゃいけないものにしました。あとはこの隕石をですねいろんなとこに散らばらせたいんですけどその前にえ隕石のオブジェクトをプレハブ化しましょうと。これどういうことかっていうとこの隕石のやつをですね今いろいろ設定して隕石に仕立て上げましたけれどもそれをもう組み上がったものを保存していつでも使えるようにしましょうねっていうことです。 で、それをね、n i t y ではプレハブって言うんですけど、どうするかっていうと、これをここに、ヒエラルキーウィンドウから、プロジェクトウィンドウにドラッグドロップすればいいです。どこにドラッグドロップするかっいうと、このプレハブズっていうところがいいでしょうね。プレハブズの中に、このアステロイドをドラッグドロップします。そうすると、新しいのができるんですけど、そうするとこれをですね、ポン、ポン、ポンって置くと、いくらでも同じものが複製できるんですね。 そしたら、ここにぶつかって、ここにぶつかって、ここにぶつ、あっ、消えましたね。<laughs> そういったぶつかったらダメだよって機能を全部の隕石が持つんですよ。そういう風になります。あと、ここに書いてありますが、隕石のオブジェクトを複製しますよと、デュプリケートしますよと、ショートカットは Ctrl-D。D、これ選んで、Ctrl-D を押すと同じものがもう一個できるんですね。そしたら、これをこうやって動かしてあげれば、いくらでも複製できます。 こんな感じでもうちょっといい加減動きにくいですねちょっと難しくなりすぎちゃうかな外に画面の外に出たらダメっていうことにしましょうかねコントロール D で複製して動かせば一番早くできますこれでもう外出れないかな で、最後ヒントですね。プレハブ。で、隕石を複製する前にプレハブ化しておいた方がいいでしょう。あ、さっきやりましたね。そうしておけば、後で隕石の設定を変えたいときに、全部の隕石を一気に変えることができます。どういうことかっていうと、今これ実行しても落ちてこないですよね。で、この隕石は全部これを元にしてできてるんですよ。このアステロイドっていうプレハブをね。じゃあ、ここで例えば、グラビティスケールを1に設定すると、 こいつらここに置いてあるやつ全部が影響を受けるんですね。ほらみんな落ちてくるようになった。でこれ0に戻すとここのやつですねこれを0に戻すと落ちてこなくなります。っていった感じにまとめて設定を変えたりとかってできるんですね。まあプレハブはそれだけじゃなくて本当にいろいろな機能があります。で n i t y でプレハブっていうのはすごい大事なものなので。 いろいろ詳しくなっておく必要があるんですけど、それについてもっと詳しく知りたいとき、今あまりそれについて話しませんけど、詳しく知りたかったら、ここのリンクですね。マニュアル。これ、ユニティのマニュアルですで。あと、チュートリアルですね。プレハブっていうのはどんなものか勉強しましょうねっていうチュートリアルのページにリンクしてありますので、そっちを見るといいと思います。プレハブは複雑なゲームや複数人でゲームを作るときにとても重要になります。 まあだから今はですね、シンプルなゲームだしまあ出てくるオブジェクト数も少ないので別に1個1個設定していけばいいですけどまあ普通のゲームとか作ると100個とか1000個とかですね普通にオブジェクトを使わなきゃいけなくなるのでその時に1個1個設定してたらもう大変なのでこういった仕組みを上手に使って効率的にやりましょうねっていう,そう,いう考え方そういうことのためにある機能です。 あと複数人でゲームを作るときっていうのはまあ最初ね一人でやってるときにはあんまりこうメリット感じられないかもしれないですけどまあ例えば絵を描く人とかまあ作業を分担して大きいゲームを作ろうっていうときにはこれが分からないとえらいことになりますよとだけどま,あまず最初のゲームを作るときにはそんなに今は大事じゃない後で重要になってくるけどねってそういうものなのでえまずは最初のゲームを作ることに集中していきましょう